今、15秒ほど見ていただいた映像なんですけども、この映像とですね、あと2分間、これ、資料では特設ページから20秒となっていますけど、2分間の、映像ですね、これをですね、ジョイサンドっていう、まあ、カラオケ、業界では、まあ、ほぼ最大手の、ジョイサンドさんの設置してあるカラオケルーム、これがですね、日本全国で、3万7千ルームあるんですけども、そこでですね、スマッシュのコマーシャルを流します。でこれはですね1年、まあ、4月の中旬から1年、ずっとですねスマッシュのコマーシャルが、ジョイサンドさんのカラオケルームから流れるということになりましたので、そのご報告を差し上げたいなというふうに思います。またですね、ジョイサンドさんの仕組みでの中にですね、歌好きチケットストアっていうのがあるんですけども、これもですねカラオケの、リモコンで操作しながら、V を、スマッシュの V を見て、そこから、実はカラオケルームから、歌好き、チケットストアに入り込んでですね、スマッシュのチケットが購入できると、そんなのもですね、決まりましたので、ご報告申し上げたいなというふうに思っています。で、CM 開始と、チケット販売に関しましては、4月の中旬を予定をしております。またそれは改めて、スマッシュのオフィシャルサイトの方で、リリースをかけたいなというふうに思っています、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。なぜそれカラオケ業界と迷って目をつけられたのか。はい、カラオケの、カラオケルームの、なんて言いますかね、メディアっていうのが非常に、私にとってはまず面白いんじゃないかなと率直に思いました。でそれはですね、まあ、1人がカラオケルームを滞在する時間がだいたい平均3時間ぐらい滞在しています。でその中でカラオケルームの中にありますああいう大型ビジョンですね、でそれを、まあ、ほとんどの方が目を通します。でそこに何か CM が売ってないかなというふうに、まあ、私は常々思ってました。またあとその今スマッシュのコンセプトっていうのは、これからまあ、新しいプロレスというよりかは、いろんな方々にそのプロレスを、見てもらう、そんな環境をですね、やっぱ作っていきたいなというふうに思っておりましたので、まあ、カラオケルームに、利用される方っていうのは、まあ、いろんな方が当然利用されるわけで、その中で全く、プロレスを見たことないというそんなファンの、方をですね、まあ、私ども作っていかなきゃいけないのかなというふうに感じてまして、このカラオケ業界、特にこのジョイサンドさんのインフラを活用させていただいて、新たなスマッシュのファン層を獲得していきたいなというふうに思いました。はい、どなたかご質問がある方、挙手をお願いいたします。当然あの先ほども話をさせていただいたんですけども、多くの方にですねスマッシュっていうのは認知いただきたいなというふうに思ってます。まあ、そういった意味では、まあ、今後いろんな企業さんとのコラボレーション、まあ、この辺は進めていきたいなというふうに思ってます。
質問でよかったですか。ではこちらで質問の方を示させていただきます。本日は大変ありがとうございました。先ほど酒井が申したことは皆様にお手元に資料の方でお渡しいたします。よろしくお取り扱いのほどお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。資料 の, あ の, この2分その20秒じゃない2分間、ね、そこだけ修正します。今やったけど、はい、やりました。